ばんは、パーソナリティの小林美幸です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。9月に入りましたね。早かったですね。8月終わるの早かったな。そうですか。若くても早いんだ。若くても早いんだ。まあ子供にとって長いんですかね。子供にとってはもっと早いのか。あ、もう夏休み終わっちゃった。終わっちゃったみたいな感じでしょうね。はい、焦ったんでしょうね、夏休みの宿題。そっち派ですか？はい、思い出すな。ああ、よかった、私もです。8月31日、もうマックスなんです。日記とか、はい、ね、思い出すの大変。思い出しながら書くっていう。本当よくないですよね。本当よくないですよね。コツコツがいいんですけど。コツコツやりましょうね。でも、子供たちは2学期って言ったら、行事が多いですから、はい、そうですね。楽しい楽器ではありますよね。確かに、なんとか狩りとか、ね。行ったり運動会もあったりとか、そうそうそう、楽しみですよ ね遠足あったりとかあったりですね。楽しんでいただきたいと思いますけど、はい、はい、でもちょっと困っている学校もあったりするんですよね。そうですね、実はですね、台湾の方々を応援しようというのを今ちょうどやってまして、はい、まあ、8月から始めたんですけど、はい、まあ、台湾と日本というのはすごく昔から縁の深い場所で、まあ、そもそもは、ね、東日本大震災の時にもものすごく多くの支援をしていただいたんですね、はい、で、まあ、このところですね、いろんな事故が起こっていて、特にあの台湾の高雄というところですね、台北の次に大きい都市なんですけども、はい、この おそらくガスのですね、パイプがから漏れてガス爆発が起こったということで、すごく大きな被害が出たんですね。で、これをなんとかこう応援したいというですね、学生さんたちの団体がありまして、はい、日台学生交流協会、交流会というのがあるんですけど、その方たちがなんとか義援金をですね、送るような活動したいって言ったんで、はい、私もフィリピンの応援したんですけど、やっぱり政府でですね、何百億っていうよりも、やっぱり市民が何十万でもいいから応援するって言った方が、やっぱりすごく縁が深まるし、心が通じるんですよね。はい、で、そういうのが増えていくと、ね、外交上もすごくいいので、じゃあそれを今回はクラウドファンディングということで、インターネット上で募金を募ると。で、こういうものをやろうじゃないかということで、実は今やっています。はい。どこで検索したらいいですか？はい。ですね、クラウドファンディング、日台学生交流会。で検索していただくと、これは必ず出ると思いますし、はい、もしくはあの私のホームページで、ニュースリリースで出してますんで、はい、そこからクリックしていただけるとですね、出ますんで、ぜひ、まあ、1000円からこうできるということなんですね。ちょっとだけでもこうご協力いただけたら、台湾の方々に我々日本の思いが伝わるんじゃないかなというふうに思いますんで、お力を貸していただきたいと思います。ますます交流も深まりますよね。そうですね。で、特にお金を送って終わりじゃなくて、やっぱり学生さんたちがそれを元に行って、で、台湾の方たちもこっちに来てもらう、うん、ということがやりたいなと思いますし、はい、ちょうど福山でもですね、有志で観光を考える会というのを今作っていて、台湾との交流を増やしてですね、できればこう福山に多くの方に来てもらえるような土壌を作ろうというのもやってますんで、こういう形にもつなげていきたいと思ってます。はい、はい、皆様方のご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは deban@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは0849208765、レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページからフェイスブックへの投稿もお願いします。またサイマルラジオ24時間放送です。パソコン、スマートフォン、タブレットでいつでもラジオ聞き放題。詳しくはホームページご覧ください。この番組は興和物産、金曽22の提供でお送りします。サロンでトーク、今夜はビンゴものづくり村代表の小林正明さんをお迎えしています。小林さん、出番です。はい、こんばんは。小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林さんと小林さんです。ダブル小林になってますんで平野さん困りますね、これね。ファーストネームで呼んでもいいんでしょうか。はい、そうしましょう。正明さんと文明さん、これも一文一違いなんですよね。そうです ね、しかも漢字がこう正しいという正なので、はい、画数も一緒だって。そうなんですよ、同じですね。運命同じなんですね。多分同じでしょう。多分同じということですので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林さんとはですね、実は別の場所で、東部機械金属組合
そうですね。なんで、はい、私が講演をした時に聞きに来ていただいて、はい、その時からのご縁で、いろいろお話があってたらですね、すごく面白い魅力的な取り組みされてるということで、ね、ありがとうございます。今日はぜひそんな話をしていただきたいと思ってるんですが、はいはい、初めて聞く方にですね、このビンゴものづくり村っていうのはどういう団体なのかってちょっと教えていただいていいですか。ビンゴものづくり村は、今から6年前にビンゴ子どもものづくり塾というのをまず作ったんです、はい、それをものづくり村というふうに変えて、小中学校を対象にしたものづくりの体験教室というものを年4回から5回の割合でずっとやってきてます、はいはい、でメンバーとしては、大学生とか一般の小中学生、それから主婦の方、それから企業の経営者の方、はい、多くのメンバーがいます、はいはい、先日も宇都宮でそうですね、はい、取り組みされてましたけど、はい、普段どんなことをこれまでやってこられたのかちょっと紹介したいですか。そうですね、今までやったのは二足歩行ロボットを作ろうとか、はい、それから空気で走る自動車を作ろうと、分かりにくいですよね。分かりにくい。作れるんですか、はい、作れます、はい、どんな感じなんですか、ね、空気で走る。空気で動くエンジンを作ったんです。へはい、そのエンジンで作る車とか、はいはい、それとか風上に向かって走る車とか、はい、普通風下に行きますよね、風上に走るとか、はい、あとは6足歩行の虫型ロボットとか、はい、いうようなものを作ったりしてました。へで、あとそれと企業ですね、企業の方の工場見学を兼ねた教室などもやっています。はい、全てものづくり村地でオリジナルで作った教材なので、はい、中途半端はだいぶあるんですけども、でも面白い教室を開いています。面白いですよね。なんかちょっとさっきの話を聞くと難しいのかなってイメージ湧くんですけど、ここに写真を持ってきていただきますが、はい、これが先日海でやった段ボール船の制作ってやつですね。はい、はい、これはあれですよね、段ボールって水に沈みますよね、くちゃくちゃになりますよね、はい、それで船を作ってみようと、ただこれだけなんです。はい、はい、これ作ったら面白いかなというので、これ親子で、一生懸命、一艘の船を作って競争しようという曲なんです、はい、結構楽しかったです、で結構浮くんですよ。浮くんですか。はい、それはダンボールだけで、はい、それともダムテープで、ダンボールをあとダムテープで、補強したりとか構造を作ったりしながら、作りました。大人がちっちゃい1メーター長さ1メーター幅50センチぐらいの船なんですけども、大人が2人乗っても十分浮く船です。へえ、はい、これを全部ゼロからというか段ボールから、ね、もうゼロからです。はい、ちゃんとこう船型の形になってますね。そうですね、これがこの辺がお父さんの力の見せ所ですよね。あ、かっこいい船を作ろうと、で早く走る船を作ろうと、で、はい、一生懸命調べて作ってくれました。これなんかお父さんが燃えそうですね。そうですね、結構お父さん燃えてましたね。なかなか大人が真剣に遊ぶという機会がないので、ものづくり村ではその親父塾というのもやってるんですよ、はい、これ何かというと大人が真剣に遊ぼうと、はい、なかなか遊べないですよね、なので大人が真剣に遊ばないと子供も遊ばないだろうということで、はい、その一環でやってるやつです。結構面白かったですよ。我々スタッフも真剣に作って遊んだんで、はい、はい、どれぐらいこう浮かべられるもんなんですか。ですね、時間でいくと、はい、一番長く浮いたのは、はい、1時間弱は浮いてましたね。あ、人が乗ってても大丈夫、はいはい、で早いのは20分ぐらいで、はい、20分持たなかったのかな。やっぱそこは差が出るんですね。はい、そこは全く同じように作っても、はい、アイデア次第ですかね、はい、差が出てますね。もう大人が漕いじゃってますもんね、これ。そうですね、普通はお子さんたちがこれ漕ぐもんだったんでしょ。そうです、そうです。子供をそっちのけで大人が一生懸命になってるところもありましたね、はい、一番ちっちゃいのは3歳だかな、3歳ぐらいの子も乗ってましたよ。へえ、面白い。でもこういう体験するとなんかこう自分で作ったものがこう動いたりとか、ね、はい、船になったりっていうのが体験できる、はい、ものづくりの基本というのはその作るのを自分で考えるかどうかですよね、はい、決められたものを作るのは、個人的にはものづくりでなくて作業と思ってるんですね。はい、プラモデルを作ると指定されたところを色を塗ると、うん、これはものづくりというよりも作業だと、はい、手先が器用かどうかを見るだけであって、はい、それよりも段ボールで何もないところから沈む船を作ってもそれはものづくりだと思うので、
っぱりそっちの方が面白いと思います。面白いですね。そういう意味では、なんかいい悪いじゃなくて、とにかく何したいか、何を作りたいかってことですか。はい、成果よりも楽しかったかどうかだと思うんですけどね。はい、面白いですね。でも小林さん、本当はって言ってはなんですけど、本来はお仕事は何で、はい、そうですね、大学の方で講師をしてます。はい、福山大学で。そうですね、福山大学の工学部で、はいはい、講師をしています。講師されてるんですね。もともとはポリテク、そうですね、福山大学に入る前は、ちょっとですけども、福山職業農業開発関係大学校、長いんですけども、はい、ポリテクの方で、はい、ものづくり関係の授業をしてました。実際今大学ではどんな教えとか教育とか、ね、あれをされてるんですか。専門的にはものづくりとか計測とか制御とか、はい、で研究テーマとしては今そうですね、夏休み期間中多分どっか遊びに行った時に渋滞があったと思うんですよ、交通渋滞、その交通渋滞をどういうふうにやれば解消できるかとか、はい、交通システム制御ですね、はい、それとかものづくり教育と、小中学校の子どもたちが今理系離れ工作離れって言われてますよね、はい、でそのタイミングどこで、理系離れが始まるんだろうとかいうようなものの研究もしてます。確かに何か小学校の時ってみんなでミニ四駆をやったりとか、ね、なんか最近よくあるのは何ですか、ピンボールじゃないですけど、ああいうのをこう図画構成で作ったりして楽しくやりますよね。ああいう時ってものすごく楽しい。そうですよね、ところがそうですね、もっと前の幼稚園の時に泥団子ってやりませんでした。やります。あれ男の子も関係なく泥団子一生懸命やりましたよね、はい、ピッカピカにしようと、あれものづくりですよね、はい、でもあれをそのままやってる子っていないんですよ ね、 そうですね、ごく一部大人もいますけど、はい、でそれがなんでああいうのをやらなくなったんだろうって、興味がなくなったんじゃなくて他に興味があるの増えたのか、はい、何かが多分タイミングがあるはずなんですよ、そこをまあ見つけていこうと、でそこをまあうまくこうものづくり維持できるような環境を作っていくと、はい、それは研究もしています。まあ嫌いになるもしくは離れていくタイミングとかきっかけが、ね、はい、分かれば、はい、対応もできますよね。分かればそう対応する、ちなみにそれはいつだということなんですか。そうですね、いろいろあると思うんですけども、今のところ私の研究では小学校6年から中学校に入る、はい、この辺がちょっとこう離れていくのかなっていう気はしています。それはきっかけは何なんですか。そうですね、きっかけはですね、はい、ちょっといろいろ言いにくいんですけども、小学校まではものづくりは遊びなんです、はい、で中学校からは遊びからだんだん勉強になっていくんです。でそのずっと遊びのまま行こうとしているのがちょっとそこで大きく変わってくるんですよね、はい、6年から中学校というところで、まあ、その辺にいろいろ問題というか原因があるのかなという。例えばどういうふうにこう変わっちゃうんですかね。ですね、例えば小学校の時は遊びなので、何も評価されないですよね。できてよかったねっていう。できてよかったね、すごいね、絵描いてね、すごいね、から、ここはこうやった方がいいよ、ドライバーの使い方はこうだよ、こうだよっていう理論的なことが入ってくる、はい、すごい大事なことなんですけども、それはそれ大事だけども、その分遊びっていうのがだんだんなくなっていくんですよね、遊びでやっているというのが。でこれにちょっとこうその勉強になってくるとちょっと嫌だなという、興味はそのまま遊びのまま延長させてほしいという、確かにだと思うんですけどね。確かにテストになりますしね。そうですね、はい、例えばカンナの削り方、釘の打ち方、はい、まあ、テストあまりしてほしくないですよね、うん、そこをどうしてもやっぱり評価しないといけなくなってくると思うんですよ、はい、まあ、その辺の違いがあるのかなって、でも必要なことなので、それはそれで必要なんですけど、はい、でもその遊びの中の興味をずっと引き続けれるようなこんなものがあればいいのかなと、それがまあ今やってるものづくり、今やってるものづくり教室とのがその助けになればいいのかなというのは思ってます、はい、でもものづくりほどなんかこう目的ありきのものってないですよね。そうですね、こういうものが欲しいとか、そうです、こうしたいからもの作るっていうことですもんね。はい、これしたい、そうですね、勉強したいからっていうのは多分少ないと思うんですよ、例えば早く走りたいとか空を飛びたいとか早く泳ぎたいと、はい、そうすると必然的に、まあ、泳ぐ場合は流体とか出てきますよね、ものづくり、ものづくり、いろんな言葉で必然的に気がつけば勉強をしていると、はい、
ような形が一番理想的なのかなと思いますけど、この間お話しいただいたあのライト兄弟の話が一番わかりやすかったです。あ、そうですかね。あのライト兄弟、まあ、学生に言うんですけども、ライト兄弟って、まあ、飛行機作りましたよね、はい、でもライト兄弟って、まあ、いろんな本を見ていくと勉強したいとか飛行機を勉強したいからやってるわけじゃないと思うんですよ ね。それも飛びたいとというだけだと思うんですよ。飛びたい、でも崖から飛び降りたら怪我しますよね、はい、どうしようと、じゃあ羽が必要なのかな、じゃあ羽は飛行機の羽、鳥の羽とかいうふうにそれ仕方なしにやっていくと、はい、で飛んでいったと、はい、もうこれが一番そのものづくりの基本だと思うんです。うん、やっぱり目的はやりたい、飛びたい、遊びたいが目的だと思うんですね、最終的な。うん、そういう意味ではこの活動っていうのはそういう思いをこう持たせてあげる、そうですね、活動なんですね。はい、そういう希望と、それともう一つはあのクエスチョンマークをいかに植え付けるかだと思うんです。はい、あのものづくり、例えば船を作った時、はい、船はこうやったら作りますよ、こうやればまっすぐ進みますよというのを言ってしまうと、その時の一瞬の感動で終わるんですよね、はい、帰ったら忘れるんですよ。でもこの分からないようなものをすると、でなんで進まないんだろう、なんで沈むんだろうとクエスチョンマークできますよね、ええ、それを我々は答えを教えないんですよ、うん、欲求不満のまま帰ってもらうんですよ、はい、でもそれがどっかの段階で、例えばテレビのニュースとか漫画とか出てくるけど、あ、船の形ってこうなればまっすぐ進んだら分かりますよね、ええ、その時に1個のクエスチョンマークが消えていきますよね、うん、その消し方がそういうふうに消すとずっと残るんですよ、うん、それがそのさっき言ったライト兄弟と一緒ですよね、はい、につながるのかなという。だから今やってるのはさっきの好奇心をつけるというのと、クエスチョンマークをいくつつけるかというような活動を今やってます。それがさっきのものづくりのこの分岐点につながるのかなという、はい、ちょっと難しい話ですけど、はい、ものづくりってすごく面白いことなんですね。面白いですかね。なんかあの話されている小林正義さんの顔は少年に見てこう輝いてらっしゃるっていう、すごくお好きで、すごく楽しくってっていう、そんな魅力を感じました。ではこのあたりでちょっとブレイクです。小林正義さんのリクエスト曲、ここでおかけします。生き物がかりで気まぐれロマンティックをどうぞ。今夜はゲストにリンゴものづくり村代表の小林正明さんをお迎えしています。小林さん、後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、クエスチョンマークを持たせることは大事だということで、でしたけど、はい、小林さん自体が興味を持ったのもそういうのがきっかけだったんですね。そうなんです、はい、飛行機だったんですね。そうですね、はい、あの小学校の時にあの先生に飛行機を作らされたんです、その大きな飛行機、まあちょっとちっちゃかったんで、でも全長1メーター50とか、はい、それをみんなで一気に飛行機を作ろうと、ええ、でその時に羽の形ですよね、当時あの飛行機って紙飛行機だけなので、薄っぺらなこう一枚の紙飛行機の羽だったのが、先生がこう変な形、膨らんだ形を削らされたんですよ、ええ、それを延々何十個も作らされて、で全く理由を教えてくれないんですよ。で一生懸命やってできた飛行機が基本的に飛ばなかったんです、はい、でもう何だろうというので悔しいですよね、はい、でも結局教えてくれないまま小学校を卒業して、で忘れてますよね、はい、で大学の時に授業で初めてその教科書にその羽の形が出たんです、はい、でこれだと思ってもう本を読み漁って、はい、ただ流体とか流速とかいうような不圧とか出てきて、はい、初めてのことばっかりだったんで、はい、でなんとかそれを本当なのかと実験しようと、で、模型の飛行機作って遊んでたんですよね。多分それが今のきっかけだと思う。なるんですね。だそれをいろんなクエスチョンマークですよね、子供たちにつけてあげたいなということですけど、はい、でも本当ねものづくりっていうと、このビンゴ地方っていうのはすごくものづくりの、ね、ね、いい会社、拠点になってると思うんですけど、はい、実際こう先生をやってらっしゃる方から見てどういうふうに見てらっしゃるんですか。はいはい、そうですね、まあ、こういうことをやってるので、いろんなの企業とか産業とかをちょっと知る機会があるんですけども、すごいこう技術を持ったとか、いろんな商品とかいろんなものが多分ものすごいあるんですよね、はい、でもほとんど知らないですよね。そうですね、あの名前も知らないし製品も知らないし、でもすごい技術があるというかたくさんあるんですよ。まあそういう町なのかな、もう産業ものづくりの町だなっていうのは感じています、はい、うん、そういう意味では、ね、私なんかも思うんですけど、なるべくこう中学生とか高校生ぐらいで、そうですね、こう知ってほしいな
って結局福山にじゃあ若い人帰ってきてほしいなとか人口が、ね、都会に行ってほしくないなと思ったらやっぱり地元の中小企業に就職してもらうとそうですね、いうと私大事だと思うんですけど、はい、そもそも就職活動の時にですね、はい、福山の優秀な企業のこと知らないんですよね、はい、知らないですね、はい、これ非常にもったいないなと思うんです、そうです、そうです、今このづくりまの趣旨の一つとして、まあ、ずっと言い続けているのがビンゴ弁をしゃべるエンジニア、ビンゴ弁をしゃべるクリエイターを育てたいというのがあるんですよ、はい、ちょっと面白いですけども、ええ、まあ、いろんな企業とか回らせてもらってて開発室、現場開発室とか行くと、ええ、リンゴ弁を喋ってる人が少ないんですよね。現場は確かにいるんですよ、はい、だけども、まあ、個人的にしては開発室でこれボレーなとか、はい、ブチすげーとかいうのを聞きたいんですよね、ええ、でも喋ってるのは標準語であったり、はい、関東とか関西であったりとか、はい、で出身大学は、まあ、そちらの方が多いと、ええ、なんでだろうと。でも企業としてはビンゴ唯一のとかオンリーワンとか言われてますよねっていうのがちょっとどうなのかと。だからものづくりが好きになってもらって、はい、さっき言ったようにビンゴを好きになってもらう、はい、これは絶対重要なのかなとは思ってます。どうですか。いや本当そう思いますね。すごいそれ大事で、もったいないんですよね。地元にこんなにいい企業あるのに、うん、なんでわざわざですね他のところに行って でも就職がないって言ってですね大変な思いするぐらいだったら、はい、いいところに帰ってきたって思います。たくさんありますよねいいところは、はい、本当そう思います、そういう中で今度ちょっと話は大きくなりますけど、はい、まあ、日本がですね今、まあ、ものづくりっていうのはずっとこう、まあ、それこそ JFE とか製鉄とか、はい、まあ、自動車とかいろんなものやってきましたと、はい、でこれからのその日本のものづくりっていうのはどういうふうになっていくってこう思ってらっしゃいますか。どうですか。でもものづくりっていうのはものの基本ですよね、はい、でやっぱものっていうのはそのものそのものにもいろんなものがありますよね。ハードもソフトも全部ものですよね、で全てに対してものづくりがベースになっているのでやはりこれは日本で、まあ、海外にどん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 流出してますよねいろんなものが、はい、でも絶対守っていかないといけないものとあると思うのでやはりもうちょっとこうものづくりに対して力を入れていかないといけないのかなとは思ってますけど。どういうところにこう力が入っていくといいんですかね日本にとって。どこでそうですかね、うん、やはりその製造とか、どうなんだろう。僕はその今言ったようにものづくりを技術者って言わずに僕はクリエイターと言ってるんですよね、はい、でそれは技術者というのはただなんかイメージ的に作る技術っぽいんですよね、でもクリエイターっていうのはものを創造するとこだと思うんです、やっぱりそのものを作る、まあ、海外にいろんなものを流出してもそのものを創造する基本的なところですね、アイデアと、はい、ここは絶対日本でやっていかないといけないのかなと思ってますけど。じゃあ決まった形のものを丁寧に作っていくっていうのはこれはもう大事なんでしょうけど、そこからもう一つ先のものですね、はい、そうです。どういうものを作っていくか。そうです。その作る元なんですね、図面の前の段階ですね、構想段階ですね、はい、そこはしっかりやっていかないと、はい、まあ、日本のものづくりで守られないのかなっていう気は個人的にはしてますけど、確かにそうですね。どうですかね、はい、まさに我々もそういう話をしててですね、で一つ私たどり着いてるのはやっぱり人が減っていきますよねっていう中で、はい、でも作るものは変わらなかったりとかもっと人手が必要な場所ってあって、でそういったところが少し人手が少なくてもできるためのものづくりってなんだろうとか、はいはい、例えば高齢の方が働きやすいためにはこういうものがあると実はね、重いもの持ち上げなくてもリフトで上がるよねとか、はいはい、こういうのって今も多少補助をしてやってたりするんですけど、はい、こういうなんかこう課題を解決する形のクリエイターというかものづくりっていうのが、はい、まあ、必要になってくるんだろうなっていう気がしますね。さっきも私の研究テーマの中では福祉機器の開発っていうのもあるんですよ、はい、それはまあ、以前言われたのは徘徊老人をなんとかしようとか、はい、介護用ベッドを作ろうと、これも通常はその介護される側ですよね、はい、例えば車椅子なんか介護される側とかベッドも介護される側ですよね。でも介護される側も大事ですけども問題を避けたり介護する側ですよね、はい、で今私がやっている研究はその全く逆の方で介護する人がどうすれば楽に介護できる、労働介護の問題が多分今深刻になってますよね、はい、でも老人の人をこう質交換なんか大変ですよね、かといって施設に全部入れるわけがない。そうです。で、そこのところというのは絶対のやらないといけないところですよね。っていう研究も今してます。その介護、要するにそれはまあやらないといけない、誰かがやらないといけない研究テーマなので、はい、それはまあ私の方でやろうと決めてずっと、まあ、ずっとやってます。
ですからこういうこうものづくり村での活動でですね、やっぱりこうものづくり楽しいなって、やりたいなと思った子たちが将来の自分たちのその課題を解決するようなクリエイターになってくれることがこう嬉しいなと思いますよね。ぜひそうなるように多くのお子さんたちにちょっとものづくりの楽しさをなってほしいですね。そうですね、まあ、かつ大人も楽しそうでしたね、さっきのやつはね。そうですね、だからこういうのもいいですよね。基本はあの大人がギスギスして教えても子供は絶対ついてこないと思うんですよ、はい、それと大人が全力出せれば子供も全力で遊んでくれるだろうという気持ちでやってます。ぜひますます活躍をしていただきたいと思います、はい、今夜お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストはビンゴものづくり村代表の小林正明さんでした。楽しい話でしたね。え、本当面白い話でした。はい、そして、あの小林さんがもう一つプロジェクトを立ち上げてらっしゃる中にダッチプロジェクトって言ってクラシックカーをこのビンゴ中にこう走らせながらっていう、はい、あの福山大学の学生さんたちがなんかご自分たちで直したんですね。そうですね、クラシックカーを、で車検を迎えてるんだそうです今年。なるほど。もしよろしければその車検代を皆さんからこう寄付をしていただいて、はい、ビンゴのお宝 の, そのダッチ、はい、それをしたいなっておっしゃってますので、ぜひご協力をよろしくお願いします、ね、はい、あのビンゴものづくり村で検索をしていただければあの出るそうですので、検索をしていただいて、もしご協力いただける方はぜひご協力をお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは今夜もお相手は小林美明とアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産金曽22の提供でお送りしました。